じゃあ始めてください。お願いします。はい、武蔵野美術大学の視覚伝達デザイン学科に通ってます。私は高2の4月ですね。高2の4月か。はい。基礎部から。基礎部からです。そうですね。最初は平面がこう好きでやったんですけど、やっぱり受験でやる平面っていうのと自分で好きで描く絵って違ってくるので、そこに気づいた時に結構こうギャップっていうのがあって、好きな絵だけ描けないなっていうのがあって、ちょっと戸惑った部分もありました。なんかその浪人になってからはやっぱりその好きな絵とあとそのデザインっていう、そのどっちもこう両立させてやった方が独自の絵って作れるから、そこを研究するためにはやっぱりそのカラーチップ作ったりとか、もっといい資料だったりとか、資料だけじゃなくて写真とか映像とかも見た方がいいっていうのも分かったし、浪人したことによっていろんなことを知れたっていうのがありました。そうですね、資材デザインはやっぱり日常の観察っていうのは玉美も宇佐美もすごく大切なことになってくるので、些細なことに注意しながら生きて、敏感に生きていけば自然とデザインもデザインも上手くなるなとは思います。ありがとうございます。良かったです。いい感じだったね。良かったです。